高級魚トラフグ。長崎県松浦市は養殖トラフグの生産で日本一を誇る。しかし2017年の夏、このトラフグに危機が訪れていた。その原因が赤潮。赤潮とはプランクトンの大量発生によって海水の色が赤く見える現象。この現象によってエラにプランクトンが詰まるなどして魚が死んでしまう。また発生した海域での酸素濃度が低下し、生き物が生きていけない状態になる恐れもある。そんな赤潮が伊万里湾一帯で大規模に発生、多くの魚が壊滅的な被害を受けた。被害額の推計はなんと5億円以上にもなるそう。その原因はプランクトン。7月下旬に松浦市付近で降った大雨、そして台風による風が高島南部で発生した小規模な赤潮と合わさり大量発生してしまったという。同じような現象は26年前にも発生。今後も台風や集中豪雨といった異常気象が引き金となって大規模な赤潮が起こる可能性があるという。観測を強化してですね、ぜひともその最初の段階の赤潮が実際どういう、こう大きさでどういう規模であったのか、いつからあったのかといったことを的確に捉えて抑制するというか叩くような手段につなげていきたいと。私たちの食卓にも影響を及ぼす赤潮。そんな赤潮を防ぐため関係者の努力が続いている。